皆様こんにちは。ハイカラ万歳の時間がやってまいりました。本日もハイカラスタジオからお届けしてまいります。ナビゲーターのハイカラ編集長青野秀俊でございます。今日は2月12日の金曜日ということで、日曜日はですねバレンタインデーでございますんで、ぜひまだ今からの宅急便で間に合いますんで、チョコレートの方も送っていただければと思うわけでございます。そんなわけでございまして、先週に引き続きまして、日本を代表するコラ奏者の、川岸宏さんをゲストにお迎えしております。今週もよろしくお願いいたします。先週はですねコラの音色を初めて私聞かせていただいて、ハープでもなく琴でもなく今まで聞いたことのない本当に優しい素朴な音に感動したわけなんですけど、今週はですね、まずは番組をご覧の皆様に、オープニングで、一曲歌いながら弾き語りでやっていただくと、コンサートではずっとやってるんですよ。やってます。この音色に詞をつけるという、そこはどんな感じでやるんですか。曲をまず作る、曲線ですか。そうですね、これで今この楽器とども歌ってるのほとんど同時に。同時ですか。はい、じゃあもうメロディーこう弾き、なんとなくアドリブでやりながら言葉が出てくる。はい、はい、そうです。何かこの、作曲作詞のなんか自分なりのこうなんかポリシーっていうのあるんでしょうかね。作曲に関してはですね、特にこの楽器を始めてからはですね、ほとんど何というジャンルは僕にはないんですね。なんかこう何も実は考えてなくて、なんかこう金銭に触れるものをやってるという感じで、なんかこうふーっと浮かんでくるっていう感じでしょうか。詩の方はどうでしょう。詩はやっぱり自分のなんて日記みたいなもんなんですね。やっぱりそのなんかいろいろ生活ありますでしょう。まあね、人間ですから弱音吐いたりとか、落ち込んだりとか ね、悩んだりとか、一歩下がってみたりとか、それが人間ですからね。それと自分へのメッセージだったりするんですかね。それが一番原点だと思います。多分、これから聞かせていただきますが、そのメッセージがこの音色とコラボした時に何か特別な伝わり方をするんではないかと思うんですが、じゃあ一曲ご披露いただきたいんですが、何という曲になりますでしょう。大空の中へという曲です。はい、それでは皆様、大空の中へ聴いてください。風のように
外す時が来た。はい、さんありがとうございました。皆様いかがだったでしょうか。大空の中へ。いや、私はですね、今聞いてましてやっぱり吸い込まれるような感じと、あと詩に非常に共感しましたですね。そうですか。いや、僕なんかもね、こうやって明るく見えますしね、この体型ですからなんかもう悩みないんじゃないかとか思われちゃうんですが、結構くよくよして、ね、いや本当なんですよ。そうなんですよ。でやっぱりね、こういう曲聴かせていただくと、ああちょっと頑張んなきゃなってやっぱ思いますね。ありがとうございます。なんかね、これを作った時、今思い出したんですけどね、すごいこういじこしたちっぽけなね、自分はもういかに嫌だなっていう自己嫌悪ですよ ね。 そうですね、それが元だったような気がします。でやっぱり大空の中へって感じですか、はい、それとこうなんていうんですか、この、結局は自分で自分縛ってるっていうか、はためを気にしてるのに、結局人はそんなに気にしてなくて、そうなんですよ、ね、自分で勝手に一人芝居してるんですよ、ね、お前そんな有名な男じゃないぞと、誰もそんな見てないんだぞみたいなところがあるわけですよね。あるんですよね。でも自分からするとね、こう見られてるんじゃないか、見られてるんじゃないかってね、くよくよして。そうなんですよ、ね、誰も見てないんですけどね。そうなんですよ、ね、本当そんなもんですよね。それ気づくに随分かかりましたけど。そうですね。あの、皆様にご紹介させていただきたいんですが、今歌っていただいた大空の中へというのは、この一人というアルバムの中に入っておりますので、こちらの方も川岸さんのホームページの方からアクセスいただければお買い求めいただくことができますので、ぜひ、今の曲を聴いて、ぜひ聴きたいという方はこちらの方もお問い合わせいただければと思います。でもこのレコーディング結構大変じゃないですか。そうですね、あのメロディー入れるのが、あの要するに楽器のね、これ全体で響いてるんですね。ですからこのマイクをどこに立ててどういうマイクを使うかっていうのがとってもやっぱり試行錯誤しましたね。そうですね、はい、まあね、今便利な時代でインターネットで川岸さんの曲がねこうやってお届けできるようになりましたけど、まあ本当はインターネットよりは生で聴いていただいた方が、よろしいと思いますんでね、ぜひライブの方にも足を運んでいただければと思いますんで、それでは一旦ここで CM でございます。